ウクライナ停戦交渉、西側は現実受け入れる必要、ロシアが主張。皆さんこんにちは。本日はウクライナ情勢をめぐる最新のニュースをお届けします。ロシアは現在、西側諸国に対して現実を受け入れ停戦交渉を進めるべきだと主張しています。ロシアのショイグ安全保障会議書記が述べたこの発言は、戦争の終結に向けた交渉の方向性に対するロシア側の姿勢を示しています。一方で、ウクライナを支援する西側諸国がこの現実をどう捉え、どのように反応するかが今後の展開に大きく影響するでしょう。今日はロシアの意図や西側諸国へのメッセージ、そして停戦に向けた交渉がどのような課題を抱えているのかについて詳しく解説していきます。ロシアのショイグ安全保障会議書記は7日、ウクライナ戦争に関する最新のコメントを発表し、西側諸国がロシアの勝利を受け入れる必要があると強調しました。ショイグ氏は、ウクライナ戦争が長期化する中で、紛争を終結させるための交渉において、西側諸国は現実的な視点からアプローチするべきだと述べました。つまり、ウクライナに対するロシアの軍事的な優位性を認め、戦争の収束に向けた真剣な協議を行うことが重要だという立場を示しています。ショイグ氏の発言の中で最も注目すべきは、ロシアが勝利している現実を受け入れるべきという部分です。ロシアはウクライナ東部や南部での戦闘を継続しており、徐々にその影響力を拡大しています。このような状況の中、ショイグ氏は、西側諸国が戦争の終結に向けて積極的に働きかけるためには、まずロシアがすでに一定の軍事的成果を上げていることを認識する必要があると主張しています。ロシアにとって、戦争の進行具合や領土拡大が勝利の証であると捉えられており、ウクライナ側の抵抗にもかかわらず、その勢いを止める兆しは見えていません。このため、ショイグ氏は現実的な視点を持って交渉に臨むことが重要だと指摘しています。ショイグ氏の発言は、今後の停戦交渉における西側諸国の役割に一石を投じるものです。ウクライナの支援を続ける立場を取る西側諸国は、ロシアに対して圧力をかけ続けてきましたが、ロシア側の意向を無視した交渉は、進展しない可能性が高いとされています。したがって、停戦に向けた実現可能な道筋を模索するためには、ロシアの現状を正しく評価し、現実的な交渉の場を設ける必要があるというのがショイグ氏の主張です。また、ショイグ氏は、戦争を長引かせることには双方にとって多大な犠牲が伴うことを強調し、紛争を早期に終結させることが国際社会の利益にもかなうとしています。そのため、西側諸国が現実的な交渉に応じ、紛争解決に向けた具体的なステップを踏むことが求められるという立場を示しています。ウクライナ戦争の終結に向けた道筋は依然として不透明ですが、ショイグ氏の発言は今後の交渉において、重要な指針を示しています。西側諸国がどのような対応を取るかによって、戦争の収束が早まるか、さらに長期化するかが決まると言えるでしょう。現実的なアプローチと停戦交渉に向けた柔軟な姿勢が、最終的な平和への道を開く鍵となるでしょう。ウクライナのドローン、国境から1500キロ離れたロシア海軍基地を初攻撃。本日は、ウクライナとロシアの戦況において新たな局面を迎えた出来事についてお伝えします。ウクライナのドローンがこれまでにない長距離攻撃を行い、ロシア本土の海軍基地を初めて標的にしました。この基地はウクライナ国境から約1500キロも離れており、今回の攻撃はウクライナのドローン技術とその戦術が大きく進化していることを示しています。
この攻撃が意味するところは何か、ロシア国内にどのような影響をもたらし、戦況は今後どのように動いていくのか、今日は今回の長距離攻撃が両国間の緊張にどう影響するかについて詳しく解説していきます。米国民がドナルド・トランプ前大統領の大統領選勝利というニュースで目を覚ましつつあった頃、全長 6.3 メートルの軽飛行機を改造したウクライナのドローン少なくとも1機は、ロシア南部ダゲスタン共和国のカスピ海沿岸の都市カスピースクの上空を飛んでいた。カスピースクはロシア海軍カスピ哨戒隊の停泊地で、ウクライナの前線からはおよそ1100キロ離れている。ウクライナ製のアエロプラクト A22 軽量スポーツ機を遠隔操縦式に改造し、爆発物を搭載したこのドローンは、ウクライナ国防省情報総局 HUR の要員に遠隔操縦されて、桟橋に並んで係留されていた数隻の艦隊に突っ込んでいった。ロシア海軍の水兵らの中には、ドローンがぶつかる直前に退避した者もいたようだ。元ウクライナ内相顧問のアントン・ヘラシチェンコは、カスピ哨艦隊で最大の艦であるゲパルト級フリゲート2隻と、それより一回り小さいブーヤン級コルベット1隻が損傷したらしいと伝えている。この哨戒隊の3分の1程度の艦艇が被害を受けたのかもしれない。編集中、HUR は複数のウクライナメディアに、攻撃で少なくとも2隻が損傷したと述べているが、OSINT アナリストからは、被害は現時点では確認できないとの報告もある。前線から1100キロメートルというのは、A22 改造ドローンによる遠距離攻撃の距離としては最長ではないものの、それに迫るものだ。最高時速170キロメートルほどのこのタイプのドローンは、今年5月、前線から1300キロメートル以上離れたロシア西部バシコルトスタン共和国サラバトの製油所を攻撃していた。もっともウクライナで開発・製造された軽飛行機型ドローンは間に合わせのものだ。ウクライナの主要な支援国である米国、英国、フランスはウクライナに長射程の弾道ミサイルや巡航を供与しているが、ウクライナがロシア領内の目標に対する攻撃に使用することは一貫して認めていない。ロシアによるウクライナの都市や基地に対する攻撃に対抗するためにも、ウクライナはさまざまな国産ドローンを即席で自作したり、もともと保有していた地対空ミサイルを対地攻撃に転用したりせざるを得なかった。2ヶ月半後にトランプがホワイトハウスに戻ってくる中、あり合わせのものを活用するウクライナの自助努力はさらに重要性を増すかもしれない。ウクライナはこれまで以上に自前兵器を充実させる必要。ジョー・バイデン米大統領はこれまで、ウクライナの深部攻撃作戦を全面支援することに消極的だった。トランプはその作戦に露骨に断固反対するとまではいかなくとも、バイデン以上に消極的になる公算が大きい。米共和党はウクライナよりもロシアの意に沿う姿勢に傾いてきている。重罪で有罪評決を受けているトランプは、ロシアに欧州でやりたいようにさせると脅した男でもある。ウクライナのウォロデミル・ゼレンスキー大統領は6日、トランプの当選に大げさなほどの祝意を示し、次期大統領の関心を買おうと躍起になっている。ゼレンスキーはソーシャルメディアでトランプに宛てて長文のメッセージを送り、トランプ大統領の断固たるリーダーシップのもと、強い米国の時代が到来することを私たちは心待ちにしていますと綴っている。A. オックスフォード大学のサミュエル・ラマニ教授国際関係論は、現時点ではトランプがウクライナでの戦争に与える影響については不透明な部分が多いと書いている。いずれにせよ、共和党がこれまで脅してきたように、
トランプが実際にウクライナに対する援助を打ち切ったとしても、ウクライナに国家の存亡がかかった戦争を遂行するための手段が全くなくなるわけではない。A-22 改造ドローンでのカスピ礁艦隊の停泊地に対する襲撃は、ウクライナが短期間のうちに多種多様な国産の深部攻撃兵器を取り揃えるようになったことの証左でもある。ロシアがウクライナに対する戦争を拡大した2022年2月時点では、ウクライナに実戦使用可能な深部打撃兵器は皆無だった。今では何種類もある。この先、在庫はさらに充実するだろう。ウクライナの産業界は最近、ターボジェットエンジンを搭載し、射程650キロメートルほどとみられる巡航ミサイルのようなロケットドローン、パラヌチアを開発した。リトアニアの資金援助も得て、量産を進めている模様だ。パラヌチアは A-22 改造ドローンほど遠くまでは飛べない。反面、スポーツ機型ドローンが既存の機体をベースにして少量ずつ手作業で製造されるのに対して、パラヌチはウクライナの急成長するドローン産業界が一から大量生産できる。ゼレンスキーは8月下旬にパラニツィアを初めて戦闘で使用したと明らかにし、その後攻撃した場所はロシアの占領下にあるクリミア半島のどこかだったと報じられている。ミハイロ・フェドロー副首相デジタル変革相はパラニツィアについてゲームチェンジャーになると思うと語っている。